皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。春節おめでとうございます。いつもたくさんの応援ありがとうございます。今日のテーマはお年玉です。日本ではお年玉といえばお正月の行事の一つです。ちなみに日本の新年は旧暦の新年ではなく西暦の新年です。毎年お正月が近づくとたくさんの小さな袋がお店に並びます。サイズはだいたい11センチ×7センチのサイズが一般的です。その袋は見ているだけで楽しく、色とりどりでとても華やかです。さてこの中には何を入れるのでしょうか。そうです、お年玉ですね。この小さな袋のことをポチ袋と言います。日本ではお正月にポチ袋にお金を入れて子供にあげる文化があります。誰が誰にお金をあげるのかというのは個人や家庭によって差があり、決まったルールはありません。あなたは誰にお年玉をあげますかという調査では、甥、姪、自分の子供、親戚の子供、友人の子供、兄弟など様々でした。またお年玉をあげる対象は学生までという人が多いと思います。社会人になったらもう自分でお金を稼げるからですね。ではお年玉の相場はいくらでしょうか。調査では未就学児は1000円、小学校低学年は2000円、小学校高学年は3000円、中学生は5000円、高校生は5000円以上が多いようです。中学生から一気に金額が上がっていますね。一般的に死を連想させる数字は縁起が悪いため、4000円は避けられているからです。では、小さなポチ袋にどうやってお札を入れるのでしょうか。実は、お札を入れる時のマナーもあるんです。お札は肖像が内側になるように、左から右の順に三つ折りにします。取り出してお札を開くと、肖像画が見えるような形ということです。もし硬貨を入れるときは、取り出したときに硬貨の表側が上になるように入れます。製造年月日が記載されている側が裏なので、それを下にするようにして入れます。また、ポチ袋の表には相手の名前を書き、裏側には自分の名前を書きます。袋を開けてたくさんのお札が入っていたらとても嬉しいですね。ですが、子供たちはもらったお金を全部自分で好きなように使えるかというと、残念ながらそうではないかもしれません。多くの場合、全部かもしくは一部を親に渡していると思います。
それをどのように使うかは親次第ですが、子供の代わりに貯金したり、子供の必需品を買ったりすることが多いです。家庭によっては、全部子供の好きなように使っていいということもあるかもしれませんが、いずれにしても小さいうちは親の管理が必要ですね。皆さんはもらったお年玉を自由に使うことができますか？現代の日本は都市部を中心に核家族化が進んでおり、昔と比べると大勢でお正月をお祝いする機会が減りました。最近ではお年玉をあげる対象者の平均人数は2人と言われています。私は子供の頃、お正月になると田舎の祖父母の家に遊びに行っていたので、親戚が大集合し、毎年たくさんの人からお年玉をもらっていました。今は親戚が集まることも少なくなり、お正月はこじんまりとお祝いをすることが多いと思います。とはいえ、やはり子供にとってはお年玉はお正月の最大のイベントと言っても過言ではないと思いますので、文化としていつまでも残ってほしいですね。本日のお話はここまでです。もしこの動画が面白いと思った方は、ぜひいいねボタンを押して教えてくださいね。そしてもっと勉強がしたい方は、おにぎりくんのサイトもご覧ください。日本語の発音と会話練習用のアプリもダウンロードできます。また、個別指導をご希望の方は、そちらからお問い合わせくださいね。これからも一緒に頑張りましょう。